なんかの岸田首相が、いよいよね、やばくなってきたっていうことで、はい。文春オンラインの方とかでは、収支報告書に、宛名とか、ただし書きとかも、空白の領収書を94枚って形で、公職選挙法違反の疑いって形で、報じられて、いろいろと問題が多いですけども。そうですね。そんな中で、このお金にだらしない岸田首相ですけども、今度はこの来年度から5年間の防衛費の、総額をね、43兆円から45億円にするって形で、方針を示して。43兆円から45億円43兆円から45兆円にする方針って形で、なったんだけども、はいはい。その財源としてね、消費増税を視野に入れるって形の、報道が出て、所得倍増を掲げてましたけども、はいはい。所得増税って形で、どんどん、ね、国民に幸せが来るって形で、岸田に殺されるがね、トレンドに上がってますけど。そうですね、うん。この最初の原因とかでは、この財源の一つとして、法人税の引き上げとかがあったようですけども、はい。いつの間にかこれが消されていて、それでこの足りない部分については、この国民全体で負担することを視野に入れなければいけないという形で、はいはい。消費税増税に踏み切られた形で、考えているみたいですけども。うん。今月の、4日にこの経団連の徳田会長と岸田首相が会食をして、法人税は上げるなという形で言われたのかなということで、はい。この徳田会長は、21日の会見とかでも、薄く広く国民全体で足りない部分は、負担することを視野に入れなければいけないという形で、消費税増税について言及をしててね。はい。で、この防衛強化について話し合う有識者会議のメンバーでは、メディアの人間が多く関わっているという形で、読売新聞の社長とか、日本テレビの取締役会議長の、山口氏とかね、はいはい。他にもこの昨年まで日本経済新聞会長とかをしていた、北氏とか、元朝日新聞の人間という形で、いろいろメディアの人間が、有識者会議のメンバーに、入っているという形で、その圧力にね、負けたのかなって形で、ここでこの法人税増税って形でやってしまうと、そこでね、岸田卸しが、テレビとかで始まってしまうんで、そりゃそうっすよ。それにこの従うしかないって形でね、それで国民に負担をしてもらうけども、この消費税増税に関する発言に関してはね、メディアではあんまり触れないようにしますみたいな感じで、そういった関係がね、成り立っているのかもわからないですけども、ちなみにこの1989年から消費税が導入されて、はい。34年間でこの消費税の総額っていうのが476兆円になりましたけれども、はいはい。法人税に関してはこの324兆円も税収が減少しているという形で、うん。このアベノミクスでね、法人税を3回にわたって、引き下げて、この企業のトップの人間だけで儲かったという形で、はい。それでその給料には反映をしてないんで、社員の給料も上がらないって形で、そうですね。企業が儲かったお金ってのはね、貯金してるんで、赤字になった時のためにお金を貯め込んでるって形で、うん。で、それで企業の内部留保とかに関しても、10年連続で上がり続けててね、多いみたいですね。で、昨年はこの500兆円を超えてるって形で、うん。これでね、お金が結構余りすぎてしょうがないからって形で、小室夫妻でも助けようかみたいな感じで、そういったところにね、お金が使えてるのかも分からないですけども、なんで、なかなかね、この動きっていうのはやっぱりその大連立を考えてるのかなって形で、はい、枝野幸男さんとかはこの間ね、消費税減税は間違いだったみたいな感じで発言して言ってましたね。で、野田元総理に関してもこの宏池会と水面下ではこの密接な関係を築いたみたいだし、うん。追悼演説に関しても、その辺のね、動きが関わってるのかなって形で、はい。この枝野幸男さんかこの野田さんかどっちかがね、立憲民主党では過去の人みたいな感じでおいしくないポジションなんで、うん。新党を設立して、そこに立憲民主とかたくさんね、引き連れて、その新党と自民党がくっつくんちゃうかなって形で、はい。これでその自民党がくっつくというか、その岸田派閥とくっつくって形で、うん。それで選挙前とかにはね、自民党と合流って形で、実質的には岸田派閥って形の流れで動くのか、その辺は分かんないですけども、うん。そういう意味ではその安倍派閥は潰しに行かないといけないんでしょうけども、はいはい。この辺がね、どういう動きを今後示していくのかって形で、そうですね。ちなみにね、悠仁さまに関してはこの成績不振で、東京大学は断念してね、京都大学かみたいな感じで、無茶なことが書かれてましたけども、はい。やっぱその推薦に関してはね、入学をしやすくなってるみたいで、うん。丸物を着てとかで子役とかで有名だったね、鈴木福君とかも、日本屈指の名門大学に入学が決まったって形で、はいはいはい。どっか分かんないんだけども、これ難関大学なんでって形で女性セブンとかで報じられていて、一応慶応って言われてるんですかね、発表されてないけど。そうですね、慶応大学ですね、うん。一応その通常だったらこの大学入試は年明け以降になるんだけども、栄養入試で合格っていう形で、はい。一定条件を満たしてたら、これ自らの意思で自由にこの出願ができるということで、うん。書類選考と面接によってこの多目的総合的に評価して合格を決定するという形で、つまりこの試験なしで合格したという形でね、はいはいはい。毎年この大体この倍率っていうのは10倍ぐらいあるようですけども、うん。この最近ではね、鈴木福君もこの報道番組とかの番組者とかにも不定期で、コメンテーターとしてね、出演していて、はいはい。でさらにこの選挙番組とかにも出たりとかしていて、うん。
今この英語は苦手な状態ですけども、この NHK のラジオ番組とかの、英語番組とかにねレギュラーで出演とかしたりとかして英語力とかも伸びたって形でね、まあ、英語力はあるかもわからないですけども、まあこのマルモのオケチャとかでね、芦田愛菜ちゃんに関してはまあその賢すぎるって形で有名ですけども、まあ超難関のね優秀な学校でも優秀な成績っていう形で、その芦田愛菜ちゃんが通う付属高校の母体となる大学に鈴木福君が合格って形で、まあ、これがね慶応大学ってことが分かったんですけども、鈴木福君はこの地元の中学からまあ堀越高校って形で、偏差値がまあ38から42って形で言われている高校なんで、アイドル高校、まあ、頭はね良くないんだけども、まあ、その芸能人向けの高校っていうことで、まあ、頭がいい人もね当然まあいることはいるんでしょうけども、まあね、まあ、当然だからそれでまあ学力的には慶応大学は難しいんじゃないかなってところで、栄養入試とかでまあ試験がなかった学部で行けたのかなって形でね、はいはいはい、まあ、そういう意味ではこの久島がね受けようとしているって形で、まあ、報道されている京都大学の農学部の資源生物科学科ですけども、はい、ここはまあ栄養入試って形で募集人数が3人だけって形で、まあ、かなりね、難関ですけども、まあ、しかもこの英語とかも必要って形で、はいはい、これはまあその英語に関してはこの英検でまあ2級レベルのあれが求められてる形でね、でまあその大学入学共通テストとかでも指定された科目を受験しなければいけないって形で、まあ、これがねどう考えても学力では無理かなってことですけども確かに、まあ、この京都大学っていうのはこの英語の点数の評価がまあ求められるからね、まあ、難しそうだけども、この試験の点数に関しても現時点ではこの TOEFL のスコアしか求められてないんだけども、はい、まあ、これがもしねこのベネッセとかがやってる、まあ、GTEC とかの点数とかも評価対象になってきたら、まあ、これはね、まあ、GTEC とかやったらまあそのアクセス様のお友達とかがやってるんで、まあ、不正ができるかなって形で、そういうこと、まあ、これがね、まあ、今後どうなるかは分かんないですけどね、はいはい、確かに、まあ、ちなみにね昨日もやってましたけども、まあ、各界16人から皇位継承問題とかで、まあ、次はね愛子様か久様かって形の記事をまあ紹介しましたけども、はい、まあ、その続きとしてこの矢端和夫の意見とかであって、まあ、この万世一家について書いた歴代天皇列伝って形の本とかも書いてる人ですけども、神武天皇から即位した紀元前7世紀からまあ続くって言われている、まあ、男系男子継承っていうのは、まあ、このようにこの2つと存在しない世界遺産ということで、はい、まあ、このエジプト最後の国王だったファルコーがまあ世界でね最後に残る5人の王っていうのはトランプの4人のキングと、まあ、イギリスの国王だろうって形で言ったんだけども、このイギリスですらもこの11世紀に誕生したものって形で、だからまあ日本のね皇室の歴史にはこの遠く及ばないって形で、まあ、一時はこの皇族数の減少とかもあって、まあ、世論とか女帝に動いたりとかしてね、小泉首相が皇室典範の有識者会議を開いて女系4人とかの報告書を出したけども、はい、これはまあその結論ありきの議論だったって形でね、言ってるって形で、ただまあそれだったらね最近で言ったまあ安倍首相が素人集団集めて有識者会議をやりましたけども、そうですね、まあ、これについてね、まあ、どう思ってるのかなってとこですけどもまああのままね女系が容認されたらって形で思うと、まあ、背筋が寒くなりますっていうことで、はい、まあ、男系男子継承っていうのは日本国民の公的秩序に深く関わる国の根幹だっていうことね、まあ、それでこの先人がこの知恵を絞って築いてきた財産をね私たちの手で、まあ、私たちの代で、まあ、手放してしまうのはあまりにも惜しいっていう形で、まあ、この人の意見ではね現行の皇室典範にのっとった、まあ、皇位継承者がいる以上は、まあ、久しさんを差し置いて愛子様に皇位をね、まあ、継がせることは、まあ、ないっていう形で、はいはいはい、まあ、そういう考えでね、ただまあそのたった一人のこの幼児に、まあ、皇室制度の運命をね託すわけにもいかないんで、今するべきことはこの生物学的な運風によって、まあ、男系男子が断絶する危険性を、まあ、遠ざけるためにね、まあ、皇位継承者を増やすって形で、はい、まあ、つまりこの明治以降を旧宮家の男系男子子孫をピックアップして、まあ、皇室予備軍の公式リストを作って、まあ、この中からね適格者を子供のいない宮家とかに、まあ、養子として出せばいいんじゃないかって形で、はい、まあ、それでこの旧宮家の男子がね皇位継承者になった場合とかには現天皇からこの祖先が離れすぎてるから養子になれるのは明治天皇の、まあ、皇女の血を引いた4つの旧宮家限定って形にして、まあ、それ以外は現皇族の婿養子とすればいいんじゃないかって形でね、まあ、そういう意見で、まあ、それと同時にこの女性皇族が一般人と結婚しても一代限りはこの本人のみ、まあ、皇族の身分を保ってね、まあ、公務を行うようにしたらどうかって形でね、一代限りはそうですね、はいはいはい、まあ、だからまあその上でこのそのお子様が皇族の養子になれるようにするっていうのも、まあ、一案だって形で、言ってた形で、まあ、つまりそうするとその小室圭と眞子さんの子供にもこの皇族の養子になる権利が与えられるって形で、はいはいはい、まあ、ぜひね、まあ、その今の意見とかも聞かせてほしいなって形ではありますけどもまあこの女性女系天皇っていうのはこの単なるね是々非々論ではまあ語れないけども、まあ、世襲で天皇を決めていくシステムで一番大切なのは皇統のまあ正当性を確保っていうことでね、はいはいはい、まあ、この人の考えとかではこの歴史的連続性とまあ正当性に
推計とありがたみを感じて、それがね日本統一と、まあ、独立の、まあ、基盤になっているということでね、うん、まあ、天皇がこの男系男子であれば問題なくこの正当性が、まあ、担保されるっていうことですね、はいはいはい、ただまあもしこの女帝がね、まあ、誕生して婿養子との間に子供が生まれてね、まあ、女系天皇が即位することになったらこの万世一系の皇統がまあ崩れて、まあ、国の基盤が揺るぎかねないという形で、うん、まあ、山田和人さんは主張しているという形でね、はいはいはい、もしこの条件を認めたらこの何が起こるかまあ想像ができないということで、まあ、十分に議論せずにこの先人が避けてきたまあ事態をね、まあ、引き起こすことはもう暴挙と言わざるを得ないという形で、うん、まあ、この小泉首相の条件案はまあ非難しているという形でね、はいはい、でまあ、次はね産経新聞宮内庁担当記者の大島学さんの主張という形で、うん、まあ、この人はこの天皇陛下の孫の世代に男系男子がね日差しましかいない現状のままではこの皇位継承をめぐる制度っていうのが安定しているとは思えないということで、はい、まあ、いずれこの女性とかね女系天皇についての是非を含めて皇位継承者をめぐるこの議論がまあサイレンスするはずっていうことでね、はいはいはい、でまあそれ以前にこの考えなければいけないのがこの皇族数の減少で、多くの皇族が年を取られて愛子様をはじめとする女性皇族はいずれね結婚してこの皇室を離れてしまうという形でね、うん、その後はその公務の担い手っていうのはこの久しさましかいなくなるということで、確かにねこの女性皇族というのはみんな結婚したらまあ公務が、まあ、できるのはね将来的にこの悠仁さまだけになっちゃうという形で、そうですね、まあ、この多くの国民というのはこのスポーツ大会とかこの文化事業の式典とかの公務とかに、まあ、出席される姿とかを見て、まあ、皇室に親しみを、まあ、覚えるじゃないかという形でね、はいはいはい、まあ、この一部ね親しみを覚えない皇族とも言いますけども、まあ、とにかくこの皇族というのは減少したらこの必然的に公務の回数とかも、まあ、減少してしまうということですね。あ、そうですね、まあ、そうなるとこの国民と皇族の距離が開いてしまうんじゃないかということで、はい、まあ、確かにね女性皇族というのは愛子様以外はみんなね結婚していてもおかしくないし、そうですね、まあ、ちなみに江戸時代とかに関してはね一般庶民っていうのはこの天皇の存在すらも知らなかった人が多かったみたいで、ああ、ネットとかないですしね、そうですね、まあ、テレビとか SNS もないんで、うん、まあ、もしかしたらもう東京の人はね知ったかも分からないですけども、はいはいはい、まあ、地方はね知らない人が多かったんじゃないかなって形で、うん、まあ、ただこの女性皇族もみんなねあの結婚していったらこの公務の担い手とかもいないから、まあ、存在感がね薄れていくだろうということで、はいはいはい、だからまあこの危機を乗り越えるためにはこの女性宮家を作るしかないんじゃないかって形で、うん、確かにこの女性宮家を作るか、まあ、新浪祭のような感じで、まあ、本当にこの天皇陛下がやらなければいけない、まあ、宮中祭祀のみをまあやるかって形でね、はいはいはい、まあ、そういうことなんでしょうけども、うん、まあ、この女性宮家を作る場合っていうのはこの急がなければいけないって形で、まあ、もちろんこの制度を作るときにこの女性皇族の本人のお気持ちの問題とかもあるしね、はい、だからこの意思を確認する必要もあるかもわからないですけども、それはね、それをまあ対象となる女性皇族の範囲をどこまで絞るかっていう形で、うん、まあ、これがこの天皇陛下の直系である愛子様と、まあ、眞子さんとね佳子様に限るのか、まあ、他の皇族方もまあ含めるのかっていう形で、はいはい、まあ、この辺がね、まあ、難しい議論になるだろうという形で、まあ、この頃はね、まあ、話していて、うん、まあ、そういった意味では、まあ、眞子さんはまあ結婚したし、まあ、それにね佳子様もまあこのままね皇室が出られないんだったら、まあ、自殺も考えたみたいな感じでそういった記事もまあ出てたという形で、すごいですよね。そうですね、ただまあその何十年もこの皇室から離れた、まあ、旧皇族が復帰する案に比べたらまだ国民の中視とかの中でまあ育ってこられた愛子様とか、まあ、眞子さんとかね、まあ、佳子様が皇室に残られる方がまあ現実的じゃないかという形でね言っていて、はいはいはい、まあ、さらにこの女性宮家とかを立てておけば、まあ、当主である女性皇族が、まあ、旧皇族とかね一部の、まあ、旧家族など、まあ、天皇家の血筋に連なる男性と結婚された場合というのは、まあ、結果的にね男系が維持できるという形の相乗効果が、まあ、期待できるということですね。うん、まあ、確かにまあそう考えてみるとこの高円宮家とかね三笠宮家とかも男系男子の子孫と結婚されたら、まあ、男系男子が続くということでね、はいはい、まあ、それがいろいろとまあ複雑性がありますけども、まあね、まあ、すでにこの男系男子と結婚する予定で、まあ、交際されていたら、まあ、皇位継承の議論が終わってね、まあ、皇室典範改正された後と前とではね、まあ、すごい違いという形で、はいはいはい、まあ、これがね、まあ、女性皇族も宮家を終わらせたくないから男系男子の家系と交際されている可能性もあるしね、うん、いろいろとまあややこしい問題ですけども、まあ、とにかくね早くこの皇室典範の改正をまあ急いでほしいなって形で、そうですね、まあ、ちなみにねこの産経新聞の記者っていうのはこの悠仁様が皇位継承されて子宝に恵まれることがベストって形のね考えで、述べているって形で、はいはい、天皇陛下がこの悠仁様か愛子様かって形の議論になる事態も避けるべきって形で、うん、ただまあその現状はこの公務の担い手とかで、女性宮家の創設と、まあ、万が一のセーフティーネットとして女性宮家の皇位継承者問題という形でね、はいはいはい、それでまあその後もこの皇室の危機が続いていれば、まあ、次の段階としてまあ女系天皇の是非をまあ議論するという形の手続きがまあいいんじゃないかということで、うん、まあ、一応まあこの辺はね、まあ、産経新聞なんでこの男系男子が多い、形でね、まあ、そういう形の主張になったのかなという形で、あ、なるほど、まあ、一応この政界の方とかではね久々に様が生まれて一安心という形のムードが
漂うようですけども、はい、皇室の危機はまあ変わらず続いているという形で、うん、まあ、この時はね、眞子さんとかも16歳だったということもあったんで、一刻も早くね、まあ、議論をすべきという形の主張で、終わってますね。うん、まあ、これがね、この政治家とかこの選挙の票にならなければ動かないということで、まあ、このテレビとかでこの皇位継承問題とかを扱わなければ、まあ、国民もね、関心がないだろうし、まあ、これだけこのかなり危機感が迫っている状況でもあまりね、深刻さはまあ伝わってないという形で、確かに、まあ、これがね、まあ、今後どうなっていくかという形で、うん、まあ、日韓現代の方でもね、愛子天皇を待望のみたいな感じの、愛子天皇をついて議論をするべきじゃないかという形のことも書いてましたけれども、まあ、これがね、今後どうなるかですね。まあ、なかなか動かないですよね。そうですね。まあ、ちなみにね、エトセトラジャパンさんのブログとかで、秋山様の WWF に関する、まあ、記事とかね、まあ、篠田上昇さんが扱った話題とかもやってましたけども、はい、海外からこの団体っていうのはかなりね、やばいって形で、うん、まあ、海外のみでは扱ってるんだけども、日本ではね、そういったことが全然報道されないって形で、はいはい、環境を守るところからこの環境破壊に、まあ、協力しちゃってるって形で、うん、まあ、それのね、まあ、問題がある団体という形で、まあ、最近では職員がパワハラで辞めさせられたりとか、そういった形でね、いろいろとまあ問題が多いという形で、まあ、報道されたりとかしてね、はいはいはい、まあ、そこにまあこういうことになっているのが、黒柳徹子さんとか、さかなクンとかね、滝川クリスタルさんという形で、うん、滝川クリスタルさんに関しては、まあ、当然まあ知ってるんじゃないかという形でね、ほう、個人サポーターとか、この法人サポーターからのこの会費とか、まあ、寄付金でね、成り立ってるんですけども、はい、まあ、昨年はこの14億6940万円の、まあ、経常収益があったって形でね、うん、まあ、そのお金についてこの職員に対して、まあ、このお金を使い切れみたいな感じでそういった指令とかもまあ受けたりとかしてね、さすがにこの強引に使うことがまあできないんでって形で、はい、まあ、大切なお金だからみたいな感じで言うとパワハラ受けたとかね、まあ、そういう感じのことも書かれてましたけども、まあ、この役の公務員というかね、その市役所の職員とかに関してもなんかよくなんか昔はね、なんかラリネの予算をまあ出してもらうために予算を使い切らないといけないからって形で、うん、まあ、職員にねタクシーで帰らしたりとか、そういう形でね、いろいろとまあ昔とかよく問題とかありましたけども、はいはいはい、まあ、今はねそういった問題やってるかどうかは分からないですけども、まあ、この秋田様に関してはこの問題がある組織だってことを分かった上で、まあ、多分ね名誉総裁をしてるんじゃないかなって形で、やっぱそうなんですかね、まあ、しかもこのここのね WWF の東海事務総長とかの経歴とかやったら、その ICU からエディンバラ大学っていう形で、はい、まあ、眞子さんでもね、まあ、かぶる経歴っていう形で、いろいろとねこの辺の人脈とかがまあ、怪しいのかなって形で、はいはい、まあ、他にもね、あの末吉会長とかもこの三菱 UAJ のニューヨーク支店長の頭取をしていたって形で、うん、まあ、以前ねこのテニス協会会長だった黒柳信夫が、まあ、コネちゃうかみたいな感じで言われてましたけども、まあ、もしかするとね末吉会長のコネで小室圭が、まあ、経歴を作った可能性も、まあ、十分にあるんじゃないかなって形でね、あ、関わってるんですね、まあ、いろいろとこの昭島家っていうのは不正がまあ多いっていう形でね、はい、まあ、この小室圭も認めないような感じでふりをしてますけども、まあ、実際にはこの秋島家の箔付けがないとまあ無理な経歴という形で、はい、まあ、別に多少のコネはいいかも分からないけども、うん、まあ、この辺がこの一橋大学院に関してはこの3年間企業や勤務経験がないといけないのに、入学をしてからまあ2年間でいいよみたいな感じで条件が変更されたりとかして、はいはいはい、しかもこのその条件もクリアしてないし、まあ、法学部じゃないからこの法ダム大学には入学できないのに、まあ、それもね入学をできて、まあ、しかもこの全学年でただ一人の奨学金全額免除って形でね、まあ、待遇を受けてね、まあ、この辺がね、まあ、不正というよりも完全にまあ犯罪じゃないかって形で、はい、まあ、ある意味その犯罪のおかげで今はねかなりやばくなって、まあ、外務省のね国際法務局長とかもなんかたびたびね、まあ、面会しているようですけども、うん、あ、いろいろとまあアメリカの司法絡みでやばいことになっているのかなって形ですね。そうなんですかね、やっぱ、まあ、ちなみにね佳子さまに関してはこの JB プレスとかが一心不乱に公務に邁進しているのはまあ結婚が近いだろうみたいな感じで、書かれててね、最近ね年間40回以上まあ公務に出られてるみたいな感じで褒め記事が書かれてますけどもまあ別にね普通に働いてる人はね月曜日から金曜日働いて、それはね、まあ、土曜日に休日出勤みたいな感じで、まあ、残業とかもしたりとかしてね、まあ、頑張ってるんで、まあ問題はね、まあ、その公務に頑張ってるというよりもその中身じゃないかなって形で、まあ、この楽天ジャパンオープンとかでもね、まあ、表彰式の直前とかにまあ席を立たりとかして、あ、早く帰ってましたね、まあ、それはダメちゃうかって形で、うん、まあ、そういう公務のところのまあ内容が重要じゃないかなって形 で、 ほんまですね、まあ、このようなね結婚相手に関してはまあ小室圭よりもひどい相手っていうのは出てこないでしょうから、なかなかね、まあ、それに関してはねまあ問題ないんでしょうけれども、うん、まあ、どの相手をね、まあ、連れてくるのかなって形でもありますけども、まあ、今後ねこのアクションに関しては、まあ、どんな点かになっていくのか、皆さんの予想とかもコメントもらえると嬉しいですね。そうですね。ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方お願いします。よろしくお願いします。